100年続く商品を開発したいなというふうに思ってまして、そういったところに長けてるので丸と。弱み出すこと大事なんだなっていうふうに思って、結構いろんな企業を受けたっていう。どうもしゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は合格者面接公開シリーズということで、今回は大手食品メーカーの合格者の方に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回も面接官は石坂さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回合格者面接のオーディエンスとして高橋ちゃんにも来ていただきました。はい、東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。本日はよろしくお願いします。お願いします。ちなみに今まで僕らのチャンネルで扱っていた結構 IT 業界が多かったんですけど、食品メーカーとかの就活の面接のフローとかでちょっと特殊なところとかもしあったら教えていただきたいんですけど、あったりしますか？特殊な部分でいくと、インターンシップからの優遇が結構多いっていうのが食品メーカーの特徴かなっていうふうに思ってるので、僕自身もこう内定いただいた会社もこうインターンシップから優遇っていうところでこう選考を進ませていただくところが多かったです。何社ぐらいインターンを行ったんですか？インターンは全部の業界合わせたら15社20社ぐらい行ってるんですけど、食品メーカーだけに絞るとやっぱり結構厳しくて、結果的には4社ぐらいかなっていう感じです。インターンシップに受かるのも難しいということですね。そうですね。ということで早速今回面接していただけたらなと思います。石坂さんお願いします。はい、それでは面接始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ではまず最初にですね、自己紹介の方を1分ぐらいでお願いできますか？はい、わかりました。都内私立大学から参りました、22卒の木村と申します。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。まあ、簡単に自己紹介ということで、私の経歴を簡単にお話しさせていただきたいんですけれども、私は小学校からですね約10年間ずっとサッカーをしておりまして、でまあ、そこから今の大学に入ってからは、基本的にはゼミ活動に注力しておりました。でそこのマーケティングゼミに所属していたんですけれども、まあ、そこのゼミ長リーダーとして、まあ、主に大学時代は注力したかなという形になっております。まあ、そのマーケティングゼミの概要なんですけれども、主に小売のマーケティングっていう、まあ、スーパーだったりコンビニでどういう陳列だったりどういう売り方をするかっていうことに関してインプットしつつ、まあ、毎年こう企業の方とこう産学連携プロジェクトというような形で何か課題をいただいてそこに対してこう提案するというようなことをしておりました。でまあそこにおいて一班員としてもそうですし、まあリーダーとして全体のマネジメントを主に行っておりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今話していただいた中でもうまさしくゼミマーケティングのゼミをずっとされてたということなんですけども、はい、そのことをもうちょっと詳しくですね、もっと具体的にこういうことをされたということを話していただけますか？あ、そうですね、マーケティングのゼミで、まあ、今お話しさせていただいた通り主に小売のマーケティングに結構注力しておりまして、うん、まあ、こうスーパーだったりとか、まあ、小売企業が店舗においてどういうマーケティングをするのかだったりとか、まあ、店舗とこう SNS をこうどうつなげて、まあ、プロモーションしているかっていうところをこう総合的に、マーケティングをこう学ぶということをしておりました。で、まあ、その日々のインプットに加えて、まあ、アウトプットの場というところで、まあ、実際の企業の方に、まあ3ヶ月4ヶ月ぐらいのスパンになるんですけれども、まあ、プロジェクトという形で課題をいただいてそこに対して自分たちでこう調査分析をして、提案するというようなことをやっておりました。楽しそうですね。なんかリアルな案件があるっていうのは、ね、なかなか貴重な機会で、はい、しかも皆さんが普通に入る店舗、ね、ですから分かりやすいですよね。そうですね。なんかいくつかプロジェクトやったと思うんですけども、なんか思い出に残ってるプロジェクトとかあります？そうですね、まあ、最初のプロジェクトが一番印象には残ってるんですけれども、こうマーケティングにおいてこう若者のこうトレンドだったりとか、うん、趣味嗜好っていうのを把握して、でこう店舗にどういうこうテナントを入れたらいいかっていう提案が最初の提案だったんですね。まあ、ちょっと、まあ、店舗でのマーケティングのとちょっとテイストが違ったものが最初の提案だったんですけれども、まあ、そこでなかなかうまくいかなくて、まあ、こうリーダーとしての最初のプロジェクトでチームとしてもなかなかうまくまとまらずに、プロジェクトが失敗に終わってしまったっていうのが僕の中では一番それが印象に残ってますね。なるほど。はい、その時にはもうそのままもう失敗してしまったっていうことで、そのプロジェクトは、まあ、僕たち自身のこう目指すゴールというか、まあ、成功っていうものが、まあ、こう実際に提案が、まあ、こう企業様のこう期待を上回って、こう次年度とかも
こうまたプロジェクトお願いしますって言っていただけるところだったりとか、あとは提案が受け入れられるみたいなところにこう成功を置いていたんですけれども、うん、まあ、それが叶わなかったっていうところで、そのプロジェクト自体は失敗に終わってしまいました。なるほど。なんか振り返ってみると、なんで失敗になったのか、してしまったのかとか、もう一回やり直すことができるんだったらこうやってたのになとかってあります？そうですね、まず一つ大きなものが、まあ、個人的な部分で、まあ、リーダーとしてのマインドがちゃんとなってなかったなっていうのが一つ大きくて、まあ僕自身が高校まであまりリーダー経験がなくて、大学で圧倒的に成長したいという思いからリーダーを、立候補という形でやったんですけれども、うん、こう僕の中でこうリーダーってこう圧倒的実力とか、なんていうんですかね、推進力を持ってチームを引っ張っていくリーダーっていうイメージしか僕の中になかったんですけれども、うん、まあ、こうそこでなんか人にもうまく頼れなかったりとか、自分の弱みを周りに見せられずに、こうすごく自分で全てを背負い込んでしまって、でそれがやっぱり最初のプロジェクトと被ってきたので、こう一人でこう回りきれなくて、まあ、ちょっと自分の中でもこう苦労しちゃってっていうところがそのままいっちゃったんですね、うん。でなので、まあそこで、まあ、僕自身リーダーシップについていろいろ本を読んだりとか、まあ、いろいろ先輩たちのお話を聞いたりっていう中で、僕の中でその圧倒的力っていうリーダーだけじゃなくて、こう全体をこう引き上げるような、こう、まあ、慕われるリーダーっていうんですかね、どちらかというと、まあ、そっちの慕われる部分が大きいリーダーっていうのもあるんだなって気づいてから、すごく楽になった部分があって、そこに気づき始めたのがちょうどプロジェクト終わりかけとか終わった直後ぐらいだったので、まあ、そこがちょっと僕自身のリーダーに対する姿勢みたいな部分で、こう人を頼れないとか自分で背負いすぎるっていうのが結構失敗の一つの要因にはなっちゃったのかなというふうには今思ってますね。なるほど。そもそもなんでリーダーをこうやりたいっていうふうに思ったんですか？そうですね、まあ、高校まで正直僕自身すごいなんでポンコツな人間というか、ポンコツ、はい、なんかそんなに日々物事にこう疑問を持ったりとか考えたりってすることをしてなかった人間 で、うん、でこうやっぱり大学生活っていうのを社会人として働く最後の成長期間というふうに捉えていたので、まあ、その中でこう圧倒的成長したいって思った時に、こうリーダーシップだったりを身につけたいって思って、そこでこう道を引き受ける決断をしました。でもポンコツだと思ってていきなり思ったんですか？なんか具体的 なんかイベントとかあったんですか？まあ、それはこう大学入って結構いろんな、僕自身結構自分が学びたいことに従っていろんな授業をこう取ってて、まあ、そこでいろんな先輩方とかと話していくうちに、こう自分のこう能力の低さというかにすごく気づき始めて、いやこのまま社会人になるのまずいなって思って、まあ、それが結構大きな、そうですね、理由にはなるかなと思います。おお、じゃあ大学に入ってそれも感じ始めた？そうですね。なるほど、はい、わかりました。実際に就活の軸っていうか、そういったものはありますか？そうですね、私自身は、理念がに共感できることっていうのがまず1点と、 あとは働く人っていう部分が、大きくは2つですね、大事にしている部分であります。なるほど。もうちょっと具体的にどういった理念、なぜそういう理念に至ったのかっていうのと、どんな人、働く人っていうのが軸にあるのかっていうのを教えてください。そうですね、理念っていう部分でいくと、まあ、なんか僕自身こうすごくポジティブでいることとか向上心を持って働くことみたいなのを大事にしていまして、で、まあ、そんな中で、まあ、今食品っていう業界を志望している理由っていうのが、こう食品とか飲料ってこうちょっとしたこう食べたりとか飲んだりっていう、まあ、それきっかけだったりとか、うん、友達とそういう食卓を囲む空間で、まあ、嫌なことだったりとか悩みとかをこう忘れられて、まあ、ポジティブにまたスタートできるっていうところにすごく惹かれておりますし、自分自身がこうなんで常にポジティブでいれるかとか、どういう時にそういうことを感じるかって思った時に食品量がすごい関係があるなというふうに思ったので、まあ、そういう人々の喜びとか、まあ、そういう部分には、結構理念として入っている企業が、好ましいかなというふうに僕自身は思っておりました。でもう1点目が働く人っていうところなんですけれども、まあ、そうですね、これはなんか結構所感みたいなところになってしまうんですけど、まあ、僕自身働きたいって思う企業、結構 OBOG 訪問とか説明会とかっていろいろ参加して見ていたんですけれども、まあ、そんな中でこう本当に肌感として合うかとか、まあ、いい人、まあ、すごい抽象的な表現になってしまうんですけど、本当にいい人とか、なんかそうですね、あったかい人たちが多い会社で働きたいなというふうに思ってます。なるほど。
なんか先ほどの理念とか働く人、なんかそういうふうに思うように至ったきっかけとか原体験経験ってあります？そうですね、理念に関しては、まあ自己分析を通して、まあ、日々の自分の生活を振り返った時になんか出てきたものだったので、大きな原体験というものは、まあ、理念に関してはないんですけれども、うん、まあ、人に関してはやっぱりこう小学校から高校までずっとサッカーっていうチームスポーツをしてきて、さらに大学ではこうゼミ活動でこうチームで何かをやるっていうことがすごく多かったので、そこで周囲に影響されたりとか影響を与えながらこう僕自身成長してきた感覚があるので、その上でこう一つの軸として人っていうのはすごく大切にしてます。なるほど、はい。そういった理念とか働く人っていう軸が、それをもとにそれがどのようにしてこの食品業界っていうのにつながっているのかなっていうのをちょっと教えていただけます？そうですね、まあ、僕自身のこう少し一種仮説ではあると思うんですけれども、まあ、こう理念に関しては先ほども言った通りこう食品とかがこうポジティブにさせてもらえくれるっていうところが一個あって、人についてはやっぱりこう食品業界って営業からスタートじゃないですか、うん、っていうことは結構まあ人当たりといいますか、こういい人っていうのがやはりどうしても好かれるし、まあ、そこが結果的に売上に直結してくるというふうに思ってるんですね、うん、でそういうところで結構まあそこは食品飲料メーカーとつながりがあるのかなというふうに思ってます。で食品飲料メーカーを実は志望している理由って、まあ、その2つともう1個ありまして、それがまあ僕自身の大学での学びで、まあ、小売りにおけるマーケティングというところで、まあそうですね、スーパーとかこう食品飲料業界の営業って結構マーケティングに近いところがあって、店舗においてどういうじゃあキャンペーンをするのかとか、どういう、 こう陳列で売り出すのかみたいなところをこう、まあ、バイヤーの方とか店舗の方と考えていくっていうところをこう就活の中で知って、で、まあ、大学での学びがそのまま活かせるっていうのも一つ食品飲料メーカーの良さなのかなっていうふうに、はい、思ってはいます。なるほど、はい、実際に OB 訪問とかされました？はい、何人ぐらいされてそこからの学びとかありました？そうですね、まあ、3、4人ぐらいは今させていただいていて、うん、でも同じ人にもこう何回もさせていただいたという形にはなるんですけれども、うん、まあ、大きな学びとしてはやっぱり食品料メーカーで全国転勤がある企業っていうところで、まあ、そこの不安が僕の中では結構あったんですけれども、うん、まあ、そこに対してこうポジティブに思えたっていうのが一つ大きいかなと思ってます。で、まあ、全国転勤でやっぱりこう都心部との違いとしてはやっぱり人員が少ないみたいな部分があって、それって逆によく捉えるとこう扱う業務幅が広いっていうところを、その地方で働かれていた社員の方はおっしゃっていて、うん、それがこう実際にじゃあ都市部に来た時もそういう業務幅でいろんな人をこう巻き込むことができたりっていう良さにつながっているというような話をお聞きできまして、まあ、そこで全国転勤に関する不安が晴れたっていうのが僕としては大きかったかなと思ってます。なるほど、はい、実際にじゃあ入ってみて、我々の会社に入ってみたらこんなことやりたいとか、そういうものってありますか、将来？そうですね、僕としてはまあ、営業からマーケティングってことをやりたいと思ってるんですけど、うん、本当に大きな将来は100年続く商品を開発したいなというふうに思ってまして、これやっぱり OB 訪問だったりとか、会社説明会とかを踏まえて、こう食品メーカーの強みってこう、まあ、ブランドをこう趣味思考、顧客の趣味思考に変えつつ、やっぱりその名前っていうのはずっと後世にも残り続けるものっていうところは僕自身、あ、いいなって思って、まあ、そういう商品開発とかにも携わってより多くの人に影響を与えていければなというふうには思っております。なるほど、はい、いいですね。100年ブランドを作るってなんかちょっとぐさっとくる言葉ですよね、はい、では面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。高橋ちゃんどうでしたか？今まで見てきた面接とは全然違ったんですね。 IT とかコンサルの面接ばっかり見てきたんで、本当に業界によって違うんだなって思いました。どう違いましたか？今までの IT コンサルだったら結論先に言って、具体で言って、もう一回結論言ってみたいな、ロジックに話す、簡潔に話す、気持ちっていうよりはやってきたこと、事実を話すっていう感じだったんですけど、食品は感情の部分が大きいなって思いました。人柄が伝わることとかが大きいのかなっていうふうに思いました。石坂さん、まず今の面接どうでしたか？はい、じゃあ結論はこちらです。じゃじゃん。おー、どういうことでしょう？
そうですね、まずこの×の方からちょっと説明をさせてください。はい、もしリアルにですね、私自身が IT 業界で働いている人として、あるいはコンサルとかそういったところでですね、ガーファムのようなところで働いている人として見た時に×になってしまうと、いくつか理由があるんですけれども、さっき高橋さんが話してくれたようにロジカル性とか、まずは結論を言って理由を話して原体験とか例を話すっていうふうな、まあ、フレームワークというよりも、過去振り返ると私こういうことをしてっていうふうに起承転結のストーリーで話をされているので、そこが IT 業界というかコンサルというところでは求めているものとちょっと違うかなというふうに思ったのが一つ目ですね。二つ目は弱みとか、ものすごく出されてるんですよね。自ら弱みをさらけ出して、高校時代ポンコツでしたとみたいな、それってどうやって変わったのって言った時に、そのディファイニングモーメントというか、まあ、変わった時のあのシーンを話してくださいとか言った時に、まだまだちょっと一般的な話し方をされていて、このシーンですみたいなことをですね、クリアにこう話されるないということと、弱みを話した後にこれを通してさらに強みにしましたみたいな、これがまさしくですね、どちらかというとコンサルティング業界とか IT 業界とかで求められているようなところだったということで、そういったところがあんまりこうなかったかなっていうふうな感じだったんですね。なので私が属している業界では×なんじゃないかなっていう、あくまでですよ、私の。でも今回は食品業界ですと。食品業界ではおそらくですね、これは丸なんじゃないかなっていうのが、私食品業界のプロではないんですけども、感じるところですね。一つ目なんですけども、人柄ですよね。完全にもう全ての話の中から失敗談をさらけ出しているところとか、そういったところを包み隠さず話されているところかなっていうのが、まあ一つ目ですね。その人柄の二つ目、笑顔ですよね。本当に話している時に会話を楽しもうという、これはもう戦いではなく私を知ってくださいみたいなところの話し方っていうのが、そういった人柄のマッチングをおそらく食品業界というのは見てる。そこがもう重要なんですね。ロジカルに話すことよりも、普段接しているお客様がロジカルに話されたらむしろ嫌われると、なんだこの若造はというところで、これはですね、ロジカルよりも感情移入がしやすい会話の仕方っていうのが2つ目ですね。で最後は熱意ですよね。入ってみて何をやりたいんですかって言った時に、100年ブランドを作りたいんですみたいな、一見ですね、ロジカルシンキングとかコンサルとか言ったらんなできるわけないじゃんみたいな、ロジカルに説明してくれみたいに来るかもしれないんですけども、やっぱり100年愛されるようなものを作りたいんですっていう、しかもそれが食品業界でみんな考えてることっていう風になると、熱意の伝え方も違いがあって、しかも愛されるブランドっていった、そういった感情的なところに訴える話し方っていうのが非常に長けてるっていう風に感じたので、おそらく食品業界さすが内定をもらってるだけあってですね、そういったところに長けてるので丸というふうなことになります。ありがとうございます。どうですか、今のフィードバックを受けて、木村さん的にここが良かったから合格できたんじゃないかとかってありますか？僕自身面接の時には、面接されに行くっていう、戦いに行くっていうよりかは、どちらかというと会話しに行く、対話しに行くっていうスタンスをすごく大事にしていて、そこでもしかしたらさっきのエピソードのゼミ長としての話もそうかもしれないですけど、自分の素だったりとか人間を知ってもらうっていうところはすごく大事にしていたので、そこが一つ良かった点なのかなというふうに思っています。とはいえ就活生の皆さん緊張すると思うんですけど、そうやって会話しに行くスタンスを実現するために具体的にやったこととかってありますか？僕自身結構就活を序盤からやってて、でそこで最初のうちこうベンチャー企業とかいろいろ受けて、そこでこう面接慣れは多少していた部分があったので、それで自然と会話するっていうのは少し慣れていたかなというふうに思います。ベンチャーとかを狙ってる時に、やっぱりロジカル性とかキレッキレのものを求められてるなって感じた上で、自分の強みを生かせるところってどこだろうって考えた時に、ひょっとしたらそういった食品業界みたいなところとかを、ここの方が自分はフィットしてる。さっきも言ってましたよね、温かい人がいるような人柄のところに自分はフィットしてる、そこを軸にしてるっておっしゃったんで、それは最初にいろんなベンチャーとかを見たから学んで発見があったんじゃないかなって私は思う。どうでしょう？そうですね、そこは結構あって、実際にベンチャー企業を受けた時に、まあ、ロジカルさがちょっと足りないとかっていうふうに言われたことも実際あって、ただもともと僕自身は大手を志望していて、就活で面接スキルをステップアップするためにさまざまな企業を見ていて、そんな中でたまたま僕の場合は行きたい業界と自分の性格っていうのがマッチしたっていうのもあって、でそこで、そうですね、食品飲料業界は人間性で推していく分には向いているのかなというふうに思っています。
周辺業界ね何社か受けたんですよね。そうですね。その時やっぱり共通してます、そういったところを見られてるんだなって。そうですね、まあ、先ほどポンコツっていうのを取り上げていただいたと思うんですけど、それ結構ほぼ食品業界全面接で僕は行っていて、でそれを言うと結構受けがいいというか、そこで何かしらのリアクションが絶対飛んでくるんですよね。これって結構弱み出すこと大事なんだなっていうふうに思って、結構いろんな企業を受けてたっていう経験はありました。面白いですね。業界によって求めるものが違うっていうところなので、要はもう答えというかもう相性の問題ってことですよね。最後にですね、木村さんの方から就活生に対してアドバイスとか応援コメントとか、やってよかったこと、これ言っておきたいみたいなところがあったら教えていただきたいです。僕の中ではもう完全に一つで、先ほどもこの面接で言わせていただいた通り、食品飲料業界に限るかもしれないんですけど、自分の全てをさらけ出して面接官も一緒に楽しんじゃうっていうような面接を作るっていうのが、僕の中では結構この結果につながってるのかなというふうに思ってるので、そういうところを意識すると食品飲料業界だとまあいいのかなって思ったりもします。これはやるなみたいなあります？アドバイスとして、食品業界を受けるならこれやるな、落とし穴だぞ、勘違いするなみたいな、勘違いだったとかそういうものみとか。そうですね、これやるなみたいなのは正直ないかな、あくまでさっきのポンコツで自分をさらけ出すっていうフリースタイルな会話をあくまで楽しむっていう。そうですね、実際友達でもすっごいロジカルな子は食品メーカーの ES とかのやつ全部落ちてたりとかっていうことが実際にあったりしてて、それももしかしたらやっぱりそうなのかなって思った理由なんですよ。向き不向きってあるんですね。ということで皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。